はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。<music> <music> え私まあボイストレーナーというお仕事をし始めてもう20年ぐらい経つんですけども本当にこの20年の間にですねいろんなまあこの20年に限ったことじゃないですけどこうねえ楽曲の進化というかもう私なんてもう最初ねボーカロイドとか出てきた時にはもう全然ついていけなくてねだって生徒さんがボーカロイドの楽曲をレッスンに持ってきてですよ息継ぎできないんですけどどうしたらいいですかって聞いてくるんですから。 ででできないですよだってしてないいすすよてしんもボーカロイドはともかくねそもそもがとかすごいキーが高いの出ないんでどうしたらいいですかってボーカロイドですからそれは音符で入れたらどこまででも歌いますけど人間というのは基本的にまあ限界がなくはないですからとかねそういうことにこう対応してくる中でですねまあ今回ね私まあ夜遊びの「アイドル」という楽曲を今から聴かせていただくんですけどこの夜遊びのね まあ楽曲もそうですけど上行ったり下行ったりとかねリズムもこうどっから始まってるのか言葉の乗っかり方も非常にまあ新しいというか令和な曲というふうに言っていいと思いますけどそれをですねボーカルのいくらちゃんといういくらさんですかねがまあ本当にそれこそボーカロイドのようにね人間じゃないんじゃないかというぐらいピタ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 ピってこう見事に当てて音程をね歌われるわけですそれ私はいくらちゃんというこのね、えー、歌い 歌声はね本当に素晴らしいなと思うと同時にこう自分ではこうできないなとだからレッスンで清さんが持ってきてもどうやってるんだろうっていうのがちょっと分からなくなってきつつあるというぐらいのねそれぐらいこう難しいことをサクッとやってしまってるのがいくらちゃんなわけですけども今回このね「アイドル」という楽曲がものすごい人気なわけです。 わけですっていうのはそれはもう生徒さんたちに聞いただけですけどで、えー、アップされたのがこのね公式の動画オフィシャルミュージックビデオが4月の13日ですよねだからまあ大体1ヶ月前ですよで今私が見てるタイミングで視聴回数ですよ8,000トンで72万9529回って8,000万回以上3週間で再生されてる これはやっぱりね詳しくないですけど私は YOASOBI の楽曲ねでもやっぱ聴きとかないといけないだろうとそして聴いておくとなれば聴くとなれば。 ま、楽曲歌声解説になるか分かんないですけども、まあ、20年のボイストレーナーが聴いてみたらどんな印象を持つのかというのをですねやってみようということでいまだに人気急上昇中の音楽が9位ですからね4月の13日アップでそれでは私は全くどんな曲かも知らずに今から聴いてみたいと思いますのでどんな感想になるか自分でも楽しみですけれどもそれでは行ってみましょう夜遊びの「 え綾瀬さんですね。の公式 YouTube チャンネルからい遊びアイドルオフィシャルミュージックビデオ3分46秒の動画いってみましょう再生ポン無敵の笑顔で揺らすメディア知りたいその笑み抜けてるとこさえ彼女のエリア可愛い,い完璧嘘つきな君は天才的なアイドル様すごい <laughs> 後ろっかすごい豪華なコーラス 好きな本は遊びに行くならどこに難しいメロディそれはないしょかわいい映像のらりくらりそうたんたんとだけどさんさんといいよふんで味噌で見えない秘密は水の味あれもないないないかわいい映像これも、ね、好きなタイプは相手はさあ答えて難しい絵だけ高いなることなちょっとリズムが大きくなって私分からなくてさ嘘か どうか知りえないそんな言葉にまた一人落ちるまた好きにさせる誰もがめこういうぴょんと飛ぶ音がね完璧で究極のアイドルたっか現れない一番パシの生まれ変わりああそんなうわもうこのね畳みかけてくるサビ虜にし難しい虜にしていく その言カウソでもそれは完全な愛はいはい、あの子は特別です。うん、我々は花からおまけです。<laughs> すごい歌詞だな。約 B です。 全てがあの子のおかけなわけないしゃらくさいネタビューうわ急に怖いなきゃわけないこれはあなたじゃないからこそ許せない完璧じゃない君じゃ許せない怖い怖い自分を許せない誰よりも強い君以外は認めない怖い怖い怖い誰もが信じあめてるまさに最強で無敵のアイドル高いよ弱点なんて見当たらない一番帽子をやっとしてる弱いとこなんて見せちゃダメダメいじりたくないとこ こ,こは見せる難しい。また低いところで。いやいや、それこそ本物の愛。得意の笑顔わかっちどんな天下なだけは愛してるって嘘で積むキャリア。これこそ愛なり、私なりの愛だ。だから、後ろかすごいルビーを隠したこの、ま、歌いようと今私はマリア。 そう嘘はとびきりの愛だすごいねこれじゃん誰かに愛いどんな展開また静かなリズムしたこともないそうなキー変わった愛の嘘がいつか本当になること信じてるいつかきっと全部手に難しいって私はそう欲張りの愛の高いんだそれキーがみんなのことをちゃんと愛したいからすごい映像 嘘はつくのこの言葉がいつか本当になる日よね難しいついていけないわこれ言えずに言えずに言ったあやっと言えたこれは絶対嘘じゃない愛してるこれはすごい わあはな何だよこれもうエヴァンゲリオンみたいになっててかてててててか、いやーこれもう終わりですよね3分33あこうあとクレジットが出たいやーすごい展開曲もそうですけど 壮大な後ろかコーラスが入る、ね、その「エヴァンゲリオン」みたいなところで「タッタタタタタタタみたいなところから B メロで「後ろっかのオーケーほとんどなくなって「ィテ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 ィ,ティこう軽く歌うところというかねボーカルのみになるところでサビの「ダダ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 で途中で「ラップ」みたいなの入りましたね。これそれぞれのパートだけで一曲できそうな感じですけどね。それれが全部凝縮されて 一曲のアイドルという楽曲でしかも、まあ、私はアイドルをも,もちろんやったことないですしお友達にもいませんけれどもこういうもんなんじゃないかなっていうそのねまあ想像ですよアイドルさんたちのこう心模様を音楽で見事にこう表した楽曲というふうに言ってもいいんじゃないかっていう本当に目まぐるしく展開も変わりますしそして何よりやっぱね音のね上いね たりったりが激しいしそれでいて音域の幅も広いしやっぱりボーカルいくらちゃんのこう歌声について言うと前半のね「タガタガタがだとかってこう言ってるフレーズの一番最後のすごい可愛らしく上に上がってピャッとこうね昔で言うと松田聖子さんみたいな「エクバナー」みたいなねそれのもうもっともっとこう大げさにやってるバージョン。 あ,あやって最後可愛くピョコッと上がって終わるフレーズも歌えると思いきやえまあサビのところなんかはもう夜遊びの曲のね王道って感じですけど「タララララピョコンと一個だけ音が飛んでまた戻ってきてでキーがめちゃくちゃ高くてそれが最後また転調してより高くなるっていうもうこれが歌えるだけでもすごいんですけど私が今回この楽曲で一番びっくりしたのはいくらちゃんが途中ラップ みたいなところがありましたね。で、夜遊びの楽曲の中にこういう曲はもう他にもいっぱいあるのかもしれないですけど私も「夜にかける」とか「群青」とかちょっともうね有名も有名な曲しかちゃんと聞いたことないぐらいなのでちょっと無知で申し訳ないんですけどああいうラップっぽいものをいくらちゃんみたいにどっちかとょっと声のこうねアクセントというか出てき方がゆっくりめなこう「タララダーダラー」タラー でも、ね、バラード系だとそうだけど今の曲を聴くとアタックの位置というかね声もパパパパパって前の方でしっかり鳴ってる感じもしますその辺がこう自分でうまくコントロールできるというかこう引き出しが非常に多いんじゃないかなとも思うんですけどあのラップの部分を聴くとどちらかというとこう柔らかい声のね声質だと思うんですよいくらちゃんの歌声って。でもああやってラップっぽいもの言葉の多い数をブワーってこうね 羅列していくようなことをそういう柔らかい声の人がやるともうちょっとこうねゆったりというか柔らかく聞こえてくるもんなんじゃないかなと思うんですけどまあちょっとボーカルにエフェクトというかね加工がされていたりとか重なってたりとかはしますけどでもねやっぱりこうそういうラップっぽく言葉をたくさん言わなきゃっていう時にはいつも歌っている時にもより口をはきはき動かすとか言葉をしっかり言うようにして。 たか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 と細かいリズムもね綺麗な言葉のこう発音で乗っけていっているあのラップっぽいものをあの柔らかい声でリズムに遅れてる感じではなくむしろこうね前に前に前にとしっかりとリズムをボーカルが引っ張っていくような形で歌えているイクラちゃんのあのラップ部分がこの方の歌う幅というかね広さはどれぐらいまであるんだろうという新たな 驚きというかねもうさっきも言いましたけどメロディー普通のサビのメロディーなんかもあれだけでもすごいのに前半の方の語尾だけぴょこっと可愛く歌うところそれから音域が上行ったり下行ったりもすごい忙しい上にさっき言ったラップの部分がいやこんなにいろんなことできる。 これがね冒頭に言ったそのボーカロイドというものが出てきたことによってこれ噂によると夜遊び s o b i の子、ね、いくらちゃんが歌を覚える時にはこの綾瀬さんという人が、えー、ボーカロイドで仮歌を入れて、ね、こういうメロディーですよというのを普通はというか今までは人間の歌手の人が歌ったやつを聞いて覚えるとかいうのがまあ普通だったんですけどボーカロイドに打ち込んでそれをいくらちゃんが聞いてそれを真似して歌ってるので。 こういうい、まあ、ある意味機械っぽい歌いい歌回ししもサランとできてしまうっていうだからボーカロイドが出てくる前と出てきた後とで、まあ、生徒さんでも若い子なんかそうなんですけどもともと持ってる音域であったりとかその息継ぎ短くても長く歌えるとかっていうちょっとボーカロイド出てくる前の人たちとは違う,こう歌い回しというかね 歌い方をもうもともと身につけているみたいな子たちが増えてきてる中の代表じゃないかなと思います。いくらちゃんも私が聞いててもさっきも言ったみたいにどういうふうにやってるのかちょっとよくわからないぐらいの難しいことをさらんとやってしまう。はい素晴らしいことだと思います。ということで、えー、全然ヨアスをね詳しく聞いたこともないボイストレーナーが。 頑張って人気がある曲だということで聞いてみたらこんなことを思ったよということを思うままにお話をしていく動画今回はこんな感じで終了したいと思います皆さん最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました